さあ本日もご来場ありがとうございます。さあハーフタイムサンロッカーズ20周年を記念いたしまして、サンロッカーズの歴史に欠かせない元選手の皆さんと共にホームカミングイベント OB によるトークショーを行います。当時の背番号、選手名のコールでご紹介していきますので、サンロッカーズファンの皆さん盛大な拍手でお迎えください。サンロッカーズ 20th anniversary Please welcome our legendary players。まずは強靭な肉体で相手を粉砕するグラディエーター Tech28 タイジン・サカイ。2007年から9年間在籍、ルーキーシーズンから鍛え上げられたフィジカルとディフェンスで、ディフェンスの3本感想を体現しました。2009年の天皇賞、天皇杯優勝メンバーであり、現在はチームのアンバサダーを務めています。デリナス3ポイント、キャプテンシーンを強く持つハードワーカー L8 俊作マニュアルオーヤー。2006年から6年間在籍、中心のサスポーから繰り出されるロケブレッジのアウトサイドシュート、技術のプレーが光るまさにマイプレーヤー。2010年シーズンはキャプテンとしてチームを支えてくれました。NEXT、抜群の身体能力にバスケットボール選手でオールラウンドプレイヤーとしてチーム創成期を支えたレベル0クリア・コーミア。現在は EATBO バスケットボールアカデミーを主催し、選手に育成の傍ら NHKESQ の解説者としても活躍されております。そして最後はこの方です。チームを引っ張るキャプテン、精神的足が抜けるぐらい、ユウイチカー。2000年から10年間在籍、チーム誕生のシーズンに入団し、10年間死を不可欠な存在としてプレーしたミスターサンロッカーズです。さあ、そろいました。酒井さん、大谷さん、小宮さん、そして完成にお願いしよう。さあ、これからですね、いろいろと、お話を聞いていきたいと思いますが、サンロッカーズが日立サンロッカーズとして誕生したのが2000年 KPL スーパーリーグの発足に合わせて、日立社内にありました日立本社ライジングさん、そして日立大阪ヘリオス、この2チームが、統合された形で創部されました。皆さんが入団されたのはまさにこの年、ね。そして翌年には、小宮さんが入団しましたけども、まず菅さん、チーム創成期、統合してできたチーム、1年目どんなチームでしたか。はい、ありがとうございます。その前に僕たちのこと皆さん知ってます。はい、知ってます、知ってます。はい、だいぶ昔ですけど菅さん久しぶりです。はい、知ってますって、はい、みんな知ってますけど、大丈夫です、安心してください、菅さん。はい、はい、はい、まず、はい、創成期の、はい、地図が誕生したとき、はい、お話ですね。はい、そうです。はい、最初はですね、日立本社、日立大阪というチームがで、そこが一つのチームになって、サンロッカーズとして、新たな出発をしたわけですね。私はその時にちょうどルーキーをこの仕事で過ごしていますが、なかなか創成期、一緒に小宮さんと一緒に、プレーしましたけど、なかなか勝てなくて非常に辛い思い出しかないという、なるほど、ちょっとしんどい1年目だったんですね。はい、小宮さんはその1年後、新潟から、サンロッカーズに加入しましたけども、その時の印象はいかがでしたか。はい、本当今なんか言ったように、その時多分年間で2勝、試合数のね、違いもあるんですけど、年間も2勝しかできなくて、負けるたんびに関東2人で残念会を、反省会ですか。まだ本当そうですね。はい、そうですね。でも踊ってくれるんですよ。先輩のロボットです。そうなんですね。ホームゲームがない、いろんなところで試合を行ってたりしてたんですよね、勝さん。そうですね、はい、ホームゲームというのがなかったので、地方に行って試合をするというところだったので、小宮さん、さっき言った2勝しかしてないシーズンで、ずっと勝てなくて、ようやく勝ったとい
言った時に僕たち売りすぎて優勝したかのように試合会場でもう喜んでる、まあ、周り見てるファンたちは毎試合見てないのであれ優勝決める試合かなっていうそういうエピソードがあったんですね、はい、そして小宮さんは2年あのサブカーでプレーして、その後ミスターバスケットボール佐久さんや本日バスケットラインの解説の田山さんがね、いる今日も愛心地方席、現在の地方席から移られて、まあ、あのそこからサブカーズと解説するようになっていろいろなこうドラマが生まれてくるわけなんですけども、その話は後ほどちょっとたっぷりと、はい、聞かせてください。お願いします。続いて2006年には大谷俊作選手がサンボカウセに入団しました。はい、あ、そうだ、大谷さん青山学院大学出身、小宮さんも青山学院大学出身ですね。はい、小宮さん懐かしいんですか、このアリーナ、いろんな思い出が詰まってますね。ここで高さんに入場してたんですけど、はい、大谷君のことがどうしたか分かりすぎちゃって、はい、もう誰かのことを分かってピチピチしてるときはもう僕はもう常に上がってたんです、まあ、その時はもう、はい、あのトップリーグでプレーされていたということですね。はい、小林さん、久々の青学アリーナ、イリンカどうですか。あ、そうですね、全然変わらないんですけど、ね、まあ、ちょっとその当時を思い出すといろいろと辛いです辛いですか。2006年にサムカスに入団しましたけども、その時の印象はどうでしたか。そうですね、私もやっぱトップでできるって思ってなかった。一番印象に残っているのは、その当時のカンさんがすごく怖かったな。カンさん怖かった。あ、めっちゃ怖かったです。そうなんですか。どういったところが怖かったんですか。全然喋らないんです。喋らない。だからなんか睨まれてるような感じがして、っていうのは、まあ、私が年数重ねている状況にそれは違ってたんだっていうのは、セコンドのリーダーついてこいと言うね、はい、そしてその翌2007年に坂井選手が入団しました。はい、その時のサムカーズの印象はどうでしたか。そうですね、同じポジションの選手が多かったんで、試合できるかなみたいな感じでちょっとドキドキしながらチームに入ってたのが多いですね。あ、そうですか。2007年からですね、ホームゲーム方式に変わりまして、サムカーズマスコットサンギー、そして私もホームゲームに加わることになったんですけども、カンさん、大谷さん、これホームゲームにこうなるようになってからこれだいぶ変化感じたりしましたか、カンさん。そうですね、やっぱり、はい、さっき言った、まあ、地方でやってた頃っていうのはどっちのチームを応援するっていうわけではなく、バスケットファンがバスケットを楽しむっていうことだったので、シュート決めても同じように拍手してくれるぐらいなんですけど、やっぱりこうホームゲームをプレーできるようになって、まあ、今日と同じようなファンの方がやっぱり応援してくれるというのはやっぱり力が小林さん、試合やりやすかったですか。そうですね、まあ、仲間がいるっていう感じがすごくあったので、プレー以外しても外で応援してくれる人っていうのは、特に自分たちチームを応援してくれるっていうのはすごく助かります。2010年11年シーズン開幕で、カンさんはですね、突如まあ引退発表されて、多くのファンに見守れて、そして引退セレモニーを行ったんですけども、現役選手としてまだまだ活躍できるんじゃないかなっていう印象があったんですけども、引退決意されたきっかけどうだったんですか、カンさん。なかなか言いづらいなと思うんですけど、やっぱり企業チームだったので、やっぱり社員の選手もいれば、プロの選手もいるんですけど、やっぱりこう仕事っていうところをやらなきゃいけないというような形で、やっぱ会社からもういないということで、ただ、まあ、こういって B リーグができて、やっぱ今の選手たちが、やっぱバスケットボールで自分の引退とか、自分の身体を決めるっていうのがあったのがすごく良かった。ただ、なかなかそういうバスケット以外のところで、やっぱ悔しい思いしてやるっていう選手がやっぱりいなくなったっていうのは、すごくいいことだ。2013年にはですね、NBL に参戦に伴いチーム名をサムカーズ東京に、だって東京の柏はダブルフランチャイズでね、進んでいくわけなんですけども、その前にですね、あの天皇杯、準優勝、2回あったんですけども、その時は小宮さんが在籍する ICC ロースになかなか超えることができなかったんですね。はい、その時に何かこう思い出に残っていることって小宮さんありますか。ちょうど小宮さんと抹茶をしたっていう記憶があるのと、前半全く点が入らなかったっていう記憶しかないです。
小宮さんはどうでしたか、古巣との対戦で。そうですね、まあやっぱり、まあ、僕が入った時はずっとパンと一緒にやってて2番3番で出たりしたりしてたんで、それがやっぱ決勝という年間2勝だったチームが決勝の舞台でマッチアップできるっていうのは、まあ、いろいろ考え深いものがありましたけど、まあ、こっちが優勝したと本当に申し訳ない、はい、で2015年にはオールジャパンでですね、広島を受け出して、念願の初優勝をしました。坂井さん、ねその日の試合振り返ってみたらどんなことを思い出しますか。そうですね、まあ、準決勝、準決勝ってこうチームが勢いをどんどん増しているのを実感しながら決勝に臨めたんで、もう本当絶対勝つっていう感じで、まあ、チームはまとまってたと思います。あと個人的にはちょっと今日は対戦相手なんですけど、上手にアシストしたシーンだとかがすごい覚えてた、はい、試合が終わった後も1個勝ったね、落としたねみたいな会話したのはすごい。まあ、いろんな、ね、思い出が蘇っていきますけども、もうね、なんか喋ってる間にも時間がですね、もう本当なくなってきまして、ちょっと他にね、いろいろなことを聞きたかったんですけども、ちょっと時間が来てしまいましたので、今日お集まりの皆さんにですね、一言ずつメッセージいただきたいと思います。坂井さんからお願いします。はい、平日にもかかわらず、このような観戦に来ていただきまして、ありがとうございます。チームは絶対ホームは守るっていう気持ちで後半プレーしてくれると思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、そして小屋さんもお願いします。今コロナでいろいろ大変な中で話を聞いてありがとうございます。なんとか後半選手たちも頑張って巻き返してくれると思いますので、皆さん応援をよろしくお願いします。小宮さんお願いします。はい、ファンがあっても本当に B リーグ、プロリーグだと思いますので、引き続き皆さん、応援のほどよろしくお願いします。最後に菅さん、締めてください、お願いします。はい、今日どうもありがとうございました。こうしてファンの皆さんと20周年を迎えることができたら、本当ファンの皆さんのおかげだと思いますし、この先25周年、30周年と、まあ、今日一部の大喜利しか来れなかったんですけど、みんなでね、また会えると楽しみにしておりますし、何より後半みんなで応援しましょう。はい、今日はですね、サポーターと多くの皆さんに集まっていただきました。本日の全力拍手をお願いください。以上、本日のイベント、大喜利選手による特徴でした。ありがとうございます。